新幹線 E2 系電車新幹線 E2 系電車新幹線 E2 系電車は東日本旅客鉄道 JR 東日本の新幹線車両1997年平成9年3月22日に東北新幹線で小町と連結する速達山彦で営業運転開始した1997年開業の北陸新幹線 高崎駅長野駅間、浅間、及び秋田新幹線、小町を並結する東北新幹線、山彦用として開発された。1995年、平成7年の製造当初より、JR 東日本の新幹線標準型車両として位置付けられており、200系の置き換えも念頭において増備されている。2017年、平成29年4月現在、 東北新幹線、山彦の大半と、那須野の約半数の列車、10両編成と17両編成の1から10号車、東北新幹線、早手、東京駅盛岡駅間、上越新幹線と谷川で運用されている。また、2017年3月末で、長野新幹線の開業時から20年間にわたって、運用されてきたバ番台イ N 編成が運用から離脱した。 大きな特徴としては、J 編成の両戦闘車とグリーン車にフルアクティブサスペンションを搭載したことが挙げられる。これにより振動の少ない快適な乗り心地を実現している。両戦闘車が、付随車、中間車は全て動力車となっている。北陸新幹線、浅間として運用される8両への編成と、東北新幹線、 上越新幹線で運用される重量税編成の2種類があったが、N 編成は2017年3月31日をもって運用を終了し、翌月4月で全廃となり、J 編成のみとなった。高速運転時の騒音、環境対策として、トンネル侵入時の微気圧波低減のため、先頭車両形状の最適化が行われた。車体はアルミニウム合金製である。 シングルスキン構造を主体に側構え体に、ダブルスキン構造を用いた編成もある。客用扉には、プラグドアの採用して、車体表面を極力平滑化することにより、空力音を低減した。車体側面には行き先、列車種別、座席表示を兼ねた、LED 式行き先表示器が設置されている。車体の下半分をシオンブルー、上半分をヒュンホワイトとし、 境目に、シンクレット、N 編成、筒子ピンク、J 編成を配する。車体側面にはエンブレムが配されている。N 編成はソヨ風を、J 編成はリンゴをモチーフとしている。なお、重量編成化される前の J 編成は、N 編成と同じカラーリング、シンクレットの帯とソヨ風をイメージしたエンブレムであった。M1M2 ユニットを採用し、 M1 社 E215 系 E225 系には主変換装置、補助電源装置、空気圧縮機が M2 社 E226 系には主変圧器、主変換装置、終電装置が搭載される。床下の平滑化による騒音の低減と着雪障害の防止のため、床下機器機種を収納する簡易塞ギーが設けられている。 火線からの炭素交流 25KV を周辺圧器で高圧した上で、主変換装置で炭素交流から直流、さらに三兆交流へと変換して交流電源とした。その交流電源で主電動機を駆動する。周辺圧器 TM206A は強制風冷式を採用し2875区場の容量を備える。周辺換装置との兼ね合いで、 二次幕汽線は4千備える。補給類の電源となる三次幕汽線は、炭素交流 400V50、60Hz を出力する。主変換装置には、ジートをサイリスタ素子もしくは、リベット素子を使用した、コンバータ2群とインバータ1群で構成されている。主変圧器オイルポンプ、電動空気圧縮機は、主変圧器三次幕汽線を電源としている。 それ以外の補機類の電源として使用される補助電源装置は、主変圧器3次間線、単相交流 400V、50、60Hz を電源とし、参照、交流 440V、60Hz、単相交流 100V、60Hz、直流 100V を出力する。主変圧器、主変換装置、主電動機冷却用電動送風機、冷房装置、 連続換気装置はそれを電源としている。編成中に3台搭載され常に結んで強調運転をすることにより、1台が故障したとしても、他に2台から給電できるようになっている。主電動機に1時間定格出力3 0 0ットの MT205 系過後形参小誘導電動機を電動車1両に4機搭載し、この電動機を VVVF インバータにより制御している。許容回転数を 6120rpm に設定し、歯車比を3.04とすることで高速化と急勾配への対応を図っている。低速運転機能及び急勾配区間対応のそもそも速ブレーキを搭載しており、東北新幹線への入線を考慮しない、N 編成では北陸新幹線、 先行開業区間の曲線や勾配の関係から最高速度は時速 260km 高崎伊北のみ上越新幹線では新潟まで全線で時速 240km とされている北陸新幹線先行開業区間特有の延長数 10km に及ぶ下り30パーミル連続勾配においては そもそも速回生ブレーキを使用することで最高速度、時速 210km での走行が可能である。また、30パーミル勾配での高速走行を行うため、そもそも速回生ブレーキ使用中に1編成中6両、ある電動車のうち3両が、回生執行状態に陥った時には、非常ブレーキが作動し、その後は時速 110km での走行となる。非常ブレーキは、 すべての動力車両が改正執行になっても時速 210km から停止できる性能を有している。ボルスタレス台車で軸箱支持方式は2枚支持板、方式、軸受けは燕付炎と起ころ軸受け JC38 を採用する。高速直進安定性のため溶断パーを装備する。軽量化のため歯車装置と軸箱前後蓋はアルミニウム製である。 車輪系は2 0 0系、e 1系から縮小され、3 0 0系、4 0 0系と同じく 860mm となった。量産先行車は、DT206、電動車、TR7004、付随車を装着し、空気バネ系が 500mm の可変絞り付きであることが特徴であったが、量産車では固定絞りとなった上に軸バネなどが変更され、 乗り心地が改善された DT206A、電動車 TR7004A、付随車となった。基礎ブレーキは一軸2枚のディスクブレーキのみであり、付随車には1 0 0百3 0 0系、7 0 0電車で採用されたウズ電流式、ディスクブレーキは装備されていない。システムとしては、制御応答性に優れる回生ブレーキ併用電気、 指令式空気ブレーキ方式を採用する。基礎ブレーキ摩耗低減のため、電動車2両に隣接する先頭車を加えた3両を制御単位として遅れ目制御を行っている。高速域からの減速は回生ブレーキを用い、制動力が不足する場合には、空気ブレーキによる補足が入る。基本版台車両には200系と同様の下枠交差系パンタグラフ。 PS205 と大型バンタカバーを組み合わせており、4号車と6号車に搭載する。E2 系の営業最高速度は時速 275km である。ただし、試運転では時速 362km での走行実績がある、口日。東北新幹線の森岡駅八戸駅から新青森駅間の最高速度を 現行の時速 260km から向上することができない背景には、騒音対策と高速化の費用対効果に加えて、JR 東日本が線路保有者の鉄道建設、運輸施設整備支援機構に支払う貸付料の額を高速化が左右しかねないという整備新幹線ならではの事情がある。なお、北陸新幹線用の E2KN 編成はその、動力車の一部が、 J 編成に編入され、東北新幹線で時速 275km で走行しており、N 編成に車両性能上の制約があるわけではない。北陸新幹線では、軽井沢駅作平駅間で50、60Hz の周波数切り替えがあるため、営業列車では N 編成が使われる。なお、お召し列車では1000番台以外の J 編成を使用する場合がある。 クリーン車はシートピッチが 1160mm 間隔で、通路を挟んで左右に2列ずつ座席が配置される。長野、新青森、新潟より車単の1カ所に、客用扉、デッキを設ける。普通車はシートピッチが 980mm 間隔であり、通路を挟んで左右に2列、プラス3列に座席が配置される。車端2カ所に、客用扉、デッキを設ける。 便所は2両に1箇所、奇数号車の長野、新青森、新潟寄りに設置されており、大便所2箇所、洋式便器2箇所と小便所1箇所、洗面所2箇所という構成である。ただし、クリーン車である E215 型は多目的室を併設するため洗面所が1箇所になっている。アルミニウム合金製であることに変わりはないが、側構え体や屋根構え体に、 中空トラス断面大型型材を使用したダブルスキン構造を採用している。つま構え体は引き続きシングルスキン構造を採用するが、奇数号車の後くらいには開口部を設け、便所、洗面所ユニットを搬入後に塞ぎ板を取り付ける構造としている。普通車の窓の寸法は長望性の観点から座席に列分に拡大された。上行扉はプラグドアから 従来の引き戸方式に変更されたが、騒音対策として、上高扉周辺の形状も変更している。2010年造備編成、J70 編成以降、車体側面の LED 式行き先表示器は、フルカラー式に、車内案内表示器も同じく、フルカラー二段表示にそれぞれ変更されている。乗り心地の改善のため、前述したが先頭車両及びグリーン車に、 空気アクチュエーター式フルアクティブサスペンション、その他の車両に減衰力調整式のセミアクティブサスペンションが装備されいる。また、J 編成基本番台の車両にも後付けの形で装備された。車両妻面の株同士をオイルダン波で連結する車体間ダン波を装備して、車体の両方向の振動の低減を図っている。主編圧機 TM210 は、 強制風冷式を採用し、2900クバの容量を備える。主変換装置の変更により、二次巻線を4線から2線に減らすことで軽量化が図られている。主変換装置は、イベット素子を使用した、コンバータ一群インバータ一群で構成されており、コンバータを半減させることで軽量化を図っている。例番台では、 補助電源装置を電源としていた機器のうち、主変圧器、主変換装置、主電動機冷却用電動送風機は、主変圧器の3時間線、単相交流 400V、50Hz から直接、電源を取るように変更された。連続換気装置は専用インバータを介して、出力される参照、交流 440V、60Hz を電源とする、ことで、 例万台との互換性を図っている。この変更により、補助電源装置の負荷が軽減されるため、容量の及び、搭載台数の減少、編成中3台2台が行われている。台車は、基本万台、3次車のものをベースに、台車枠の強化、軸箱後蓋の構成化や踏みずら清掃装置の変更、段波キャリパーの改良を施した DT206C、C 電動車、 tr7004 バイト、付随者である。終電装置は E3K で採用されたシングルアーム式 PS206 をベースに作動機構を小型カバーで覆い、それを支持する外資を翼断面形状にし、パンタグラフカバーを配置した PS207 を採用している。このパンタグラフは JR 東日本と東洋電気製造が共同開発したものであり、 九州新幹線の800系にも PS207 系として採用された。これらの改良により、走行時の消費電力を200系比約70%にまで減少させることが可能になった。2016年4月1日現在、本系列に属する各形式名とその車種は以下の通り。基本的に電動車は、奇数形式 M1 車と偶数形式 M2 社でペアを組み、両端の付随車を合わせて、編成を構成する。2018年11月23日現在、以下の編成が存在する。2017年3月31日をもって、運用を終了。翌月4月に全廃。1995年6月6日に、N 編成の量産先行車として、S6 編成が落成した。 1997年3月から9月にかけて一時車となる N2N13 編成が落成した S6 編成は1996年平成8年12月11日に車両番号等の変更を1997年9月26日に量産化改造を行い N1 編成を名乗るその後しばらくは編成内での変化は見られなかったが2002年 平成14年8月から9月にかけて N5N10N12 編成の電動車用2から7号車が J7J9J10 編成の電動車用8両編成時の2から7号車と交換された。そのため編成内で内装の違いが見られるようになった。さらに同年10月には J1 編成が N21 編成として編入された。N21 編成は 同時に DSATC の取り付けも行っている。他編成は2005年、平成17年9月から2006年、平成18年6月にかけて取り付けられた。この時点で8両14本112両、基本番台 N1N13N21 編成が揃ったことになる。N21 編成に関しては、1から2号車間に、軌道検測車 E926 から3、 13を組み込んで検測を行うことが可能であった。E926 型が検査などで使用できない時に N21 編成による検測を見ることがあった。また J1 編成から編入されたため、分割併合装置を長野、新潟より先頭車、8号車に備えていた。二千十五年三月十四日の北陸新幹線金沢開業後も定期列車としては、 東京長野間運転の浅間の一部で使用され、営業運転での長野伊勢への乗り入れは行われていない。2014年、平成26年4月から E7 経営への置き換えにより、廃車が始まり、同年4月2日の N12 編成を皮切りに2014年度上半期で8本64両、N1.24.68.911.12 編成が廃車された。 2014年12月2015年、平成27年1月にも、それぞれ N3N21 編成2本16両が、廃車。さらに2015年11月から E7 系、W7 系を、それぞれ1編成ずつ増備し、統計列を置き換えることとなった。同年12月24日をもって、毎日運転する E2 系、朝間の定期運用は終了し、 2016年1月3日の浅間614号615号が定期列車における E2 系の北陸新幹線で最終運用となった。これを受けて2016年1月2月にそれぞれ N7N10 編成2本16両が廃車された。2016年4月1日時点で現存する車両は N5N13 編成の2編成のみとなる。 2017年3月25日に、ありがとういいにけいや長野7時48分上の9時28分が運転され、N13 編成が重当された。そして、3月31日で臨時としての運用も終了した。その後、翌月4月に N5N13 編成も廃車となった。東北新幹線と上越新幹線で運用されており、 2018年11月22日現在、新潟新幹線車両センターに0番台重量、編成2本と1000番台重量、編成9本が、新幹線総合車両センターに1000番台重量編成16本、所属する。分割併合装置をしなおり、新潟より先頭車、10号車に備え、東北新幹線では E3 系との並結運転を行っている。 また、2012年、平成24年3月17日ダイヤ改正からは、本系列の1000番台車両、J51J75 編成が一部の E4 系、MAX 山尾こを置き換える形で、山形新幹線、翼を並結する山尾こ運用、2012年9月29日以降は、全列車にも充当されるようになった。該当列車は、新幹線では、 最長の17両編成での運転となるとともに、最高速度も時速 275km に引き上げられた。さらに、2013年、平成25年1月26日からは一部の200系系編成を置き換える形で、上越新幹線、突起、谷川の運用に充当されるようになった。2004年、平成16年3月のダイヤ改正までは、 上越新幹線高崎北での定期運用が設定されていたため、約9年ぶりの復活となった詳細は、下記参照。当初は、長野新幹線、現、北陸新幹線、浅間や上越新幹線、朝日、東北新幹線、早手、盛岡駅から新青森駅間に入線などでも運用されていたが、現在は、東北新幹線、 東京駅森岡駅間と上越新幹線のみの運用となっている。鉄道雑誌などでは J 編成を E2、E2 ダッシュ系と故障することもあったが、2001年に旋盤番台車が製造されたこともあり、2017年現在はこの故障はほとんど使われていない。1995年4月14日に J 編成の量産先行車として S7 編成が落成した。 1996年12月から1997年3月にかけて一時車となる J2J6 編成が落成した。1998年平成10年10月から12月にかけて二時車となる j 7 j 1 0編成が落成した。一時車からの変更点は東京より先頭車両に分割併合装置準備工事が施されている。1999年 平成11年9月から11月にかけて三次車となる J11J15 編成が落成した。S7 編成は1996年12月11日に車両番号等の変更を1997年7月16日に量産化改造を行い J1 編成を名乗った。E2 系、東北新幹線用。この造備によって小町を連結する山は すべて J 編成に置き換えられた。東北新幹線で最高速度時速 275km で走行可能である8両時は N 編成の上位互換。2002年平成14年8月から9月にかけて N5N10N12 編成の電動車用2から7号車が J7J9J10 編成の電動車用8両編成時の2から7号車と交換された。 さらに、同年10月には J1 編成が N21 編成として転出した。2001年1月には東北新幹線八戸開業用として1000番台車の先行製造車である J51 編成が8両編成で落成した。この J51 編成は編成の前後に分割併合装置を持ち E4 系のように8両。 編成日本平結の16両制での営業運転も想定されていたが、2002年の八戸開業に合わせ設定される、早手は全車指定席とすることとなり、座席定員確保のため、量産車からは重量編成となった。千番台 J52 編成以降の増備とともに、J 編成重量化が行われた。重量化に伴い増備され、7.8号車に、 組み込まれた E225K100 番台、E226K400 番台は、外観と車内は1000番台と同様であるが、制御機器などの基本仕様は、基本番台と共通となっており50、60Hz 対応である。また、客用ドアの開閉時には告知アナウンスが流れるなど、他の号車とは異なる部分がある。2005年、 平成17年の J69 編成を最後に、増備が一旦終了していたが、東北新幹線の新青森駅延伸開業を、控えた2010年、平成22年に再開され、J70J75 編成が製造された。この時点で、J 編成は重量39本390両、基本番台、J2J15 編成、1000番台、 J51J75 編成が揃ったことになる。なお J 編成は、基本番台と1000番台で大きく、仕様が異なるが、基本番台と1000番台それぞれの中においても仕様が異なる。基本番台においては、J2J6 編成の東京より先頭車 E223 型に分割併合装置内が、J7J15 編成では準備工事としてあるので、 前頭カバーの形状が異なる。また、J2J10 編成と J11J15 編成で台車など足回りが異なる。千0番台においては、J51 編成のみ、両戦闘車に分割併合装置が搭載されている。J51J53 編成では、ユニット間の特攻圧渡りに直線ジョイントを採用しているが、J54 編成以降は4から5号車間に、 傾斜ケーブルヘッドが設置され、緊急時に特効圧引き通し回路を切断することが容易になっている。さらに、J70 編成以降は、車内案内表示機の大型フルカラー LED 化、グリーン車の前席と普通車の窓際、最前、最後部に電源コンセントを設置、最前、最後部のテーブルを拡大、読書灯の設置、防犯カメラの設置、 車掌と通話可能な非常通報装置の導入、ドア開閉表示等の点滅機能の追加など、E3 系2000番台や E5 系に準じた設備に変更されている。2013年12月6日から、北陸新幹線延伸区間へ乗り入れての試運転が行われ、当日は J5 編成が使用された。2013年10月より廃車が発生し、同年10月2日に、 J2 編成が本系列で初めて廃車となった。同年10月30日には J3 編成も廃車となっている。続いて2014年5月に J6 編成が、同年6月に J5 編成が廃車されている。2016年2月には J4 編成が、同年4月に J9 編成が、2017年2月には J10 編成が、 同年8月に J7 編成が廃車された。2003年、平成15年3月19日から4月5日の、うちの9日間、上越新幹線の浦佐駅新潟駅間で、実施された。車両には、J56 編成が充当され、高速走行を行うための改造、歯車比の変更や ATC の変更などの他に、新型パンタグラフカバーや、 急音型台車カバーなどの効果測定も行われた。最終的に最高速度時速 362km を記録し、この試験を終了した。同年5月には、東北新幹線の森岡駅八戸平均間で最高速度時速 320km での高速走行試験が1000番台車両で行われた。この試験では高速走行を行うための改造は、 特に行われなかった。1998年、平成10年12月8日から即立、朝日に往復に投入。J 編成8両編成、または N 編成8両編成が充当された。朝間型車両で運転と案内されており、当初はニュー朝日とも呼ばれていた。2002年、平成14年11月30日まで運用された。 2002年、平成14年12月1日からは、早手型車両の J 編成、重量編成で運用開始。一部の、特き、谷川で2004年、平成16年3月12日まで運用された。当時の上越新幹線は、環境対策の関係で、高崎駅以北、新潟方面で最高速度時速 210km 以上で、 運転できる列車の本数に制限があったため、その性能を生かしきれないダイヤで運転される列車にも、使用された。上越新幹線では、E2 系が投入される以前、高崎駅以北においても200系高速対応車、F90、F93 編成が、速達、朝日下り列車、長岡駅停車の高下高原駅村紫駅間の、下り勾配区間で、 時速 275km 運を実施していたが、e 2系は全速度域でのランカーブ、加減速性能が2 0 0系より優れるため、最高速度が時速 245km 中時速 240km と表記されることもあるであっても、東京駅新潟駅間の所要時間は2 0 0系、高速対応車より若干短縮されていた中、長岡駅を通過する場合に限る。 JR 東日本は新幹線の線区別に使用車両を統一する方針であり、少数の E2 系を投入することで運用が複雑になることから2004年、平成16年3月をもって高崎駅以北での運用を一旦終了した。このため、最速立プタイプ列車も200系、E4 系を使用することに伴い、E2 系に比べて、 加速性能が劣ることから東京新潟間をノンストップに変更し所要時間を e 2系運行時と同じにした。しかし、2011年、平成23年春から東北新幹線に e 5系が順次導入されることに伴い、東北新幹線で余剰となる e 2系の上越新幹線での活用が検討されていた。その後、2012年、 平成24年11月16日付のプレスリリースにおいて2013年平成25年1月26日から時4往復谷川3往復を200系から E2 系に置き換え最高速度時速 240km での営業運転開始が正式に発表された上越新幹線の高崎駅北では約9年ぶりの E2 系復活となった 2013年、平成25年3月16日のダイヤ改正により、前日に定期運用を引退した200系を E2 系に置き換えた。また、上越新幹線における最速立列車、東京新潟観音ストップが E4 系から E2 系車両変更に伴い、再び大宮停車に変更された。JR 東日本では、2010年、 平成22年末までに E954 系ファステック 360S をベースに設計した本系列の次世代車用 E5 系を導入し東北新幹線大宮駅宇都宮駅間の最高速度を時速 240km から時速 75km に宇都宮駅森岡駅間の最高速度を時速 275km から時速 300km に 向上させることを2007年、平成19年11月6日に発表した。そして、2012年、平成24年末には E955 系、ファステック 360Z をベースに設計した E3 系の次世代車両 E6 系も加わり時速 320km を目指すことになる。この高速化に合わせて2011年3月以降、200系、E1 系を 廃車 E2 系は E4 系と共に上越新幹線へ転出することが報じられた。2011年3月5日より E5 系が営業運転に投入され、最高速度時速 300km 運転が開始されたが、直後の3月11日に東日本大震災が発生する。その際、試運転中の E2 系が仙台駅北側本線上にて脱線する。 2013年3月16日実施のダイヤ改正で最高速度時速 320km 運転が開始され、東京駅から新青森駅間の所要時間は2時間59分となった。一方、新青森駅発着の定期列車が E5 系に統一され、森岡駅北における本系列の定期運用は終了した。さらに、 2013年9月28日実施のダイヤ改正では E3 系、小町と本系列の並結による定期運用も終了した。2016年3月26日実施のダイヤ改正による E5 系3本の追加増備に伴い、同日付で基本番台重量編成3本、J8.1113 編成が新幹線総合車両センターから 新潟新幹線車両センターへ転属した。他の基本番台編成はすでにすべて転属しており、新幹線総合車両センターは1000番台のみの配置となった。2017年3月31日をもって、北陸新幹線、浅間に充当されていた N 編成の運用を終了した。このほか、2018年度以降に上越新幹線に充当される。 E4 系を E7 系に置き換えた後、本系列も E7 系に置き換え、車両を E7 系に統一する予定との報道がある。2004年、中華人民共和国鉄道部は、第6次在来線スピードアップで最高速度時速 250km で、運用する車両として、フランスのアルストム社からのペンドリーノベースの車両、CRH5 とカナダのボンバディア社からの車両、 CRH1 のほか、日本の川崎重工業など6社による企業連合から E2K ベースの車両を60編成、内管製品3編成、部品6編成分と一部精密部品。残りは現地生産以降は知的財産権を中国側に上等を納入することを決定した。時速 300km 走行対応準備車。中国向けの E2K は、 CRH2 と呼称されている。日本の新幹線ベースの車両の国外進出としては、台湾高速鉄道の 700T 型に次ぐものである。2006年3月1日に、第一陣となる車両が、神戸港から輸出された。2006年7月31日より、神桃の司法記者車両にて国産化が開始された。なお、 中国国内で生産されたものについては中国にて国家科学技術進歩一等賞を受賞している。統計列は Google マップのストリートビュー内にて車内が公開されている。位置情報はいずれも新潟駅。鉄道河川等を製造する三和デッキが創業110周年を記念し、新幹線を産業遺産として生態保存しようとして取得。 同社の宇都宮事業所鉄道広場、栃木県宇都宮市で2017年10月5日から一般公開が始まった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。